どうも。ありがとうございます。みんなね、結局お前無理だったみたいよ、みたいな。うん。もん出すことできなくてね。まあその辺はね、みんなが、まあ、向こうの放送で言うが何言わねえかもどうでもいいけど。どうぞどうぞ。とりあえず俺は、のんびりやってますんで、ええ。まあ、まあ面白い。うん。よし。いやー、俺さ、たこ焼きはさ、若干食ったけど、なんか他に食おうかなー。あ、ご飯温めよう。飯を温めて、あとご飯をね。おい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 。おい、おい、待てよ。これに2分でこれ温まるんだろ。砂糖のご飯、いやいや、部長さん、これ砂糖のご飯、ちょっと待ってね。で、これにご飯を入れて、これもうまい。ないな。ちょっと待って。これとこれと、もう一個俺買ったよな。いや、おかしい。もう一個あるね。どれだよ。よし、ご飯が温まったぞ。みんなに見せるからね。これとこれ、待って。ポッキャン。熱心に温めてね。今見せるからね。これはうまいわ。絶対うまいわ。昼飯。これね、これはね、長崎名産。こっちはこっちでね、うん、国産原材料 100%。これと、あとね、もうこれもう酒はもういらねえから、俺飲まねえから。あと、ですね、
あ、うまい。これうまい。やっべ。あとはもう、その瓶詰めのあんまり。ダメだよ、ぶちくん。食べたら。ダメよ。ダメよって。ダメよ、ぶちくん。これ山椒かけよ。味噌だろ、うん、あとこっちがあれだ、海苔、いよいよ待ってるね、みんなね、ぶち割る食べんじゃねえぞ、それ寒いって言うから飯食うな、もう一杯飯食う、大阪のロケやってんじゃん、この時間。あっち。みんなに見せるぞ、なんだよ、うなよ、それよなると思うけど、ですね、いいですか、皆さん、シャンメンのね、これね、見てください、これね、これ、飯泥棒、長崎名産。長崎名産飯泥棒なめ味噌、これこれをねご飯につけて食うんですわ、これきゅうりとかにつけてもうまいね、はい、これがこれです、うん、でここにあるのがですね、はい、うなぎの肝旨煮、はい、これもご飯にうまいです、あとねこれですわ、これ見る、これなんかもうやばいよ、椎茸のりね、見る、うわこれうまいよ絶対に、これ見てよこれ、絶対ないんだけど、なので今からいただきます、全部、ああもうこれ
もうこれね、うなぎの肝煮、飯泥棒、ね、椎茸のり、完璧だ。もう完全、完コピですよ、これ。うん。いただきます。じゃあ、どれからいこうかな。肝煮からかな。これ、うなぎの肝。ああ、香りがいい。ご飯の上に乗せたら、急に香りが立ち上がってきた。これ、うまいな。うん。何これ。うまっ。これ、うめえわ。うまい。うわこれ、うん、次長崎名物飯泥棒ね。これはね、長崎県南島原市富津町乙1275万大平食品株式。やっべ、これはやばい。いやいやいや、ちょっと待って、これ、もろ味噌にも使える、これ。もろきゅうの。いや、ちょっと待って。この飯泥棒わかるわ、この、この気持ちね。うまい。やばい、ちょっと待って、もう一回これいく。これうまい。めっちゃうめえじゃん。何これ、もろ味噌かと思ったらちょっと違うよ。これ若干甘めなんだけど昆布が効いてるわ。ああ、うん、うまっ。やべえこれ、うん、いや、うまい。いや、これうまいわ。うん。俺みんなに紹介して、まずいって言ったらまずいって言うからね。で、これ。椎茸のり。いきまーす。これはね、微妙なんだけどね。でもね、これどこのやつだっけね。ちょっと待って、お前をどけ。兵庫県だ。青のりと椎茸、醤油、青、うん、あ、これいいわ。これトーストとかに塗ってもうまい。まあいいや、ちょっといきまーす。あ、うわっ、ガチで椎茸入ってんじゃん、これ。これはやばいわ。うん、渋い。これは効いてるわ。甘くないところがいい。絶好調。もう甘くないんだ。マジで。これはうまい。ちょっと待って、この3種類でランクつけるとさ、ナンバーワン。ナンバーワン、しいたけのり。ナンバーツー、飯泥棒。ナンバースリー、うなぎの肝煮。ただ、ツーとスリーは、これ、交互とつけがたい。うん。マジで。でも、これいくわ、俺。やべえ、これ。俺、これさ、一番俺の中ではさ、これいらねえかなと思って、今日買ってきたやつなのに、これが一番うめえ。これわさび混ぜたらもっとうめえぞ。うん、
やばい、本当にこれ、しいたけのりやべえ。ああ、マジで。これやばいわ。もう一回宣伝するからね。あ、これ昆布も入ってんな。こっち。うん。お、待って。これ、嬉しいね。もう一個温めるか。ダメや。こんなの一杯じゃ済まねえわ。全力でもう一個は飯温めるわ。佐藤のご飯。あ、これ。これ、ゲルゲルに明日、お前ちょっと食ってみて、食わせよう。おじゃ、これうまい。絶対うまいに決まってる。おかわりだ。おかわり、おかわり。いや、ガチで、これやばいよ、これ。うん。いや、ほんとこれうまいって。うん。これうまいです、ほんとに。うん。これやっべえわ。もうおかわり俺がするわ。肝も食うけどね、うなぎのね。肝にもね。これ山椒かけてね。うん。うまいっす。うまい。やべえや、このなんか椎茸の実。これさ、これ。こんなうまかったのみたいな。うん。やべえ。うめえ。めっちゃうめえこれ。うん。いや、ほんとうまい。うん。いや、ほんと、嘘じゃなくて、これ。見て、もう全部見しちゃう。俺、うまいっていうものを見せる。はい。丸よ食品。いや、これうめえわ。マジで。ああ。あ、もう絶対外れないからね、これ。うん。いや、もうめっちゃうまい。俺おかわりするもん、これ。たこ焼き食った後に食える。これはやばい。ちょっと違うわ。なんでさ、この、こういうさ、パキンになってんの。ね。めっちゃうめえじゃん。もう一杯にしよう。明太子もいいかもしんないけど、ちょっと違うね。立ち位置がね。これはうまいわ。マジで。ああ。これほんとうめえ。絶賛、大絶賛中です、今、佐野くん。俺、久々にね、ヒット商品買ったね、これ。やっつけで買ったんだけど。本気でうめえわ、これ。いや、ほんとに本気でうめえ。うん。うん。飯泥棒もね、飯泥棒ってね、タイトル商品名に入れるぐらいでね、お前舐めてたけど、これはうまい。これはうまい。これもうまい。これでもモロキューとかね、うん、そういうの行きたいね。間違いなく味噌。うん、うまっ。うん。めっちゃうまい、これ。こっちもうまい。でもね、俺今日はね、
ビッグヒットはね、このね、しいたけのりだね。このしいたけとのりっていうね、コラボレーションを、ね、考えたんだ、これ。これね、しっくらでもいけんな。食べたことある人いる？ね、このしいたけのり。いや、これうまいってマジで。もうおかずいらないんだよ、これで。うん。これは俺はちょっとね、侮ってたね。めっちゃうまい。うん。うん。いや、意外とね、こういうさ、なんかさ、パティのやつって、ハズレがあるんだけど、じゃあ、ハズレがあったの教えてやろうか。韓国海苔の佃煮みたいなやつ。知ってるお前ら。あの、ごまが入ってて。あれはもう俺、一口食って捨てた。瓶ごと。あれ、完全にアウティーだったから。あの、韓国海苔の、あれ、わかる？どこのメーカーだっけな？あれ、もう、あれ、完全にダメだから。うん。あれはうまくなかった。なんで甘いんですか？みたいな。あれ、もうほんとうまくなかった。うん。これはやばいよ。ほんとうめ。いやいや、俺がこんなね、配信中にご飯2杯もいってるなんてありえないぐらい。これは進むわ。マジで。うん。ごま油の味したの、その韓国なんとか。ダメ。あれいられ。うん。うめ。手出なくなった。もうこの3品の中ではこれぶっちぎりだね。一番俺要素ねえと思ってたのが一番うめ。俺にね、佐藤のご飯を2杯食わせるこのパワー、普段飯も食わねえ男がね、これはすごいよ。ああ。うまい。いや、ほんとうまい。うん。いや、俺これと出会えて今日、多分、今日一日、いいスタート切ってるわ。マジで。いや、ほんとに。今日何？いや、お前ら興味、いや、正直言ってみ、お前らさ、このさ、マルヨのさ、マルヨ食品のさ、しいたけのり、結構興味あったろ。なあ。だってさ、これさ、300円ぐらいだよ。うん、うん、ああ、いや、ないんだね、お前らは。いや、これはうまい。お茶漬けにもいける。っていうかね、これね、握り飯のね、具には、最高だ。マジで。最高ですわ。うん。
いや、ほんとこれうまい。俺ね、バカにしてたのよ。バカにしてただけに、すごく今、自分の中でのそのギャップに、騒動とのギャップに、いや、申し訳ねえな。いや、ほんとうめえんだよ、これ。うん。いやー、うわ、うん。もう、これはもう、ここはもうガチだなって思ってる。うん。俺、これもう、鉄板にしよう。家には絶対置いとこう。ああ。おかずなくてもこれだけでいけるわ。やっべえ、これ。これやべえよ、ほんと。うん。うん。いや、アマゾン在庫切れなの？マジで？いや、これほんとうまいから。ああ。いや、全然。全然。飯2杯余裕でいったよ、俺今日。俺こんな放送なんかねえからな。入る入る。吸い込みだよ。この味はやばい。俺のもう大好きな味だから。うん。早く食べよう。何してたわ。しいたけのり2杯完食です。うめえこれ。いやいや、ちょっと待って、3杯目はいくらなんでも俺は無理だよ。うん。いや、お前らに本当に本気で言うけど、もういい、3杯これ。これおう、マルヨ食品。おう、これマジでうまい。本当にうまい。嘘は俺ついてねえから。ああ、うわ、これうまいっすよ、本当に。うん。で、今ね、誰かがアマゾンで注文しようとした人が売り切れだって怒ってた。え、人気なの？マジで？いや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 、俺が普段飯を食わない俺がさっきたこ焼きも食ったのに、これですよ。ああ。いやー、これ、余裕やってもいいくらいだ。いや、ほんとうまいっすよ。あとは、このね、ネーミングのね、ネーミングがいいよね。これもうまい。これはね、キュウリで、モロキュウリいって、ね、長崎名物、飯泥棒、太平食品、ここ。これ見て、これ。もろ味噌っぽいんだけど、大根と、大根っていうか、たくあんの刻んだのと、なんか、昆布と色、はい、これいいっす。これはもう、もうご飯泥棒しちゃってください。はい。これうまいっす、うまいっす、うまいっす、本当に。これね、野菜スティックにつけてもうまいね。ああ。ああ、飯泥棒。ああ、知ってる人いる。九州の方で。
あーやっぱりな、これ有名なんだ。長崎のね、名産でね、名産というか名物で、飯泥棒だって。これもやべえな。もう今日はね、椎茸のりに出会えたこと、飯泥棒に出会えたこと、もうこれ最高っす。うん、いや俺ね、みんなにね、今日美味しいのをね、紹介できてよかった。よかった。俺絶対これさ、ここまで当たんねえだろうと思って高く食って買ってきたんだけど、安いからね。ビンゴすぎるよ。ガッチガチじゃんこれ。俺のドストライクしちゃってんの、なんだよ。いや、ほんと正直ね、めちゃめちゃ美味しい。ちょっと待って、飲み物持ってくるか。いや、ほんと俺さ、これまさに俺が欲しがってた味だよ、みたいな。とにかくね、椎茸のりは、俺今日完全にやられた。これめっちゃうめえや。あ、ちょっと待って、椎茸のりってあれどこのやつ？産地は見る見る見る。これ兵庫県なの？本当かよ。兵庫県だってよ、会社が。すごいな、本当よ。うん。いやー、俺は。うまい。俺がだって佐藤のご飯2杯いったからね、マジで。いや俺食いすぎたとは思うけど、でも食わずにいられねえ。だってもう一杯ご飯美味しくなっちゃったもん俺。ああ。あのね、具体的な感想なんていらないんですよ。なぜなら食ってもうまい。もうこの一言だけ。おかわりしたくなる味。あの、ご飯茶碗一杯でお別れしたくない。わかるかな？もうちょっとお付き合いしてくださいって感じ。ああ。でね、海苔の味が7割ぐらい。でもね、7割の裏側に椎茸のうまみがびっちり、あとね、最初海苔が来る。海苔が終わったぐらいに椎茸が鼻に抜けるの。この椎茸の香りってわかる？これ乾燥椎茸絶対使ってるから。生地でこんな味なんか出ない。ああ、いや、うまい。これはやばいな。でね、俺ね、思ったのは、この、椎茸海苔に、ポンと置いたら、ね、横に、俺ほら、静岡じゃん、実家が。あのね、わさび。わかるよね、あの、なんだろう。わさびなんだっけ、味噌じゃなくてなんだっけ、みんなの方が知ってる、ね、いや、江戸紫じゃない、わさび、あの味噌みたいなわさび、ああ、もうダメだ。もうダメだ。みんなが出してくんないから。俺もギブだ。わさびの味だ。わさび漬け。わさび漬け。わさび漬け、ちょこっと、ほんの少し混ぜて、お茶漬けにトッピングしたら最高です。はい。
や、ほんと正直、俺がこんだけ飯を返して食うなんて言えんだから、うめえ。俺絶対明日もあれ食うよ、飯レンチンして。正直、うん、うまい。でもね、お前ら正直言ってみろよ。ネットで今買ったやついいんだろ、手挙げてみ。お前ら絶対にいいな、しいたけのり絶対一個注文したやついるだろな。あ、本当のこと言っても素直になれ。いるよ、絶対いるから。ああ、これ間違いなくうまいからね。で、もし注文したよっていう人がまずかったって言ったら、俺がじゃあ金返金してやる。具体的に何がまずかったのか。ああ、お前注文したら、俺がもしまずかったって言うんだったら、な、返金してやる俺が。これはまずくない。うん、間違いなくうまい。うん、いや、ほんとうまい。うん、だってほんとにうめえんだもん。いやいや、マジでうまいの、本当に。これは今回ね、久々のね、俺ね、小瓶のね、ヒット商品だね。ああ。うん。これさ、朝の忙しい時にさ、もうただ単純にさ、飯だけチンしてさ、おかずねえよって言っても、これ一発でいける。ああ。いや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 、これ一発でいけるわ。うん。これうまいわ。俺今日さ、たまたま見てる、買って正解だったな。ご飯ですよのとどっちがうまい？ご飯ですよと比べちゃいけない、うん、椎茸感すごいある、ある、ある。だから椎茸苦手な人はダメかもしれないけど、椎茸好きな人はこれドストライクモード入るんじゃない？うん、うん、いや、いや本当に、うん、こうなかったな。丸よってとこのやつこうですよさん。そう、丸よ食品のやつ、しいたけ、椎茸のり、うん、これうまい、ほんとうまかった俺は。うん、いや売れまくってんの、俺ネットで見てないから。うん、どう、その今マルヨのホームページ、最短が11月5日。ああ、よった、お前らさ、ブンブン注文ぶち込んだろ。なあ。ブンブンぶち込んだろ、今。在庫なくなってんじゃねえか、お前。なあ。よ。買って損はない。あ、いや、本当に俺が、どんぶり飯2杯食ったぐらいだから今。そう、スーパーで売ってんの。うん、
純正カニ味噌もうまそう。あ、マルヨ結構頑張ってる系なんだ。塩辛も美味しい。岩のりはあったけど今までなんで知らなかったんだろう。椎茸のり。いや俺もちょっと丸をちょっとチェックしよう。うん、イカの塩辛最高マジで。売り切れて買えません。椎茸のり、おい、椎茸のり売り切れになってるって。お前らさ、コメントあげねえでこそこそ注文してんだろおめえよな。あねえ、買えねえってなってんじゃねえか。あれさ、お前ら本当にさ、一気にやめろよ。どんだけ買ってんだよ。たまうまいけど、うん。海苔の佃煮も、ああ、わかるわかる。もう、この海苔のね、なんかバランスをこんだけにね、うまくやれる店、あの、商店だから、佃煮もうまそう。うん。昆布の佃煮とかもし売ってたら、多分それもうまいと思うよ。うん。うまるよ、日曜日に。知りませんよ、俺は。ああ。いやいや、だって、これはうまいって言ってんだから。ああ。昆布のがいい。ああ、昆布うまいと思うよ。ああ。うん。釜飯の素も試してみて。ああ、そう。今日、丸代のホームページ見よう。うん。アライソノリ日本セット。ああ。緑色っぽいやつでしょ。黒じゃなくてね。わかるよ。あれはあれでうまいんだよな。磯の香りがしてさ。海苔とはまた違うんだよ。うん。いろいろ頼んでみた。何よ。マルヨってやれる会社なの？もしかして。俺初めて知ったんだよ。今日、あれ買って。丸よ聞いたことねえなぁと思って。うん。本当に。やれる会社なんだ。すげえなぁ。うん。やばいな、丸よ。タイ釜飯も売ってんの。海のサイ、え、あの、海のアジサイ、5,400円。き、セットもんもあんのかよ。丸よ。やりすぎだよ。ああ。丸よ食品もいいけど、丸よ水産もいいよ。また新しいとこ降ってきた。また俺チェックしなきゃな。俺は自分で食べてよしじゃないとダメだからね。うん。兵庫県山陰海岸、霞からの、豪華な海の贈り物。いや、だから、それ、きっともんだろ。ホタルイカの素干し。ああ。いや、俺、ハムとか食わないからいい。いや、バルヨ、これ、来たね、今回。俺、もっと早くにね、気づけばよかったね。うん。あのさ、お前らさ、モンドセレクション受賞セットがあるぞ。椎茸のり230g 617円、結構いい値段すんな。ああ、俺が買ったのあれ何グラムだっけな、うん、
カニを買ってみよう。おうおう、いやーどうかな、レビュー見てみ、レビューどっかで調べて、カニ味噌。おう、マルヨの株を買っておこう。いや買ってねえから俺は。おう、いやーでも兵庫の小さい、まあ小さいっていうか中小企業なんだろ、これお前なんだこれって、週明け急に注文ぶっ込まれてんだけどみたいな。幻の仙洞白エビ 500g、 あそれはよ、水揚げしたらすぐよ船の上でよ急速冷凍しちゃうやつな、あれね。白エビはね結構でかいやつを拾ってると思うんだけど、あれは解凍したら美味しい食べ方を教えてあげようかね。あれね、漬物にするんですよ、解凍白エビを。いわゆるあの一時ブームになった麹ね、あの麹につけて一晩冷蔵庫に入れるだけで翌日もうそのまま何にも味付けしないで、塩麹につけてで和えて冷蔵庫入れとくの一晩、翌日もう完全なる酒のつまみになります。はい、白エビちゃんと剥くんだよ、皮剥いて身だけにして、日本酒には合う、うん、白エビの塩麹あえ、ああ、マジうまいです。はい、それ日本酒絶対合います。そう、殻剥いて身だけにして、でキッチンペーパーで水分表面を取って塩麹でまぶして、しかも冷蔵、いや、白エビの皮を剥く、剥くっていう言い方おかしい、尻尾持ってビュッて出すだけ。だってサイズの大きいのもあるんだよ白エビって、このぐらいのも、みんなこんなちっちゃいんじゃないんだからね。ああ、皮を剥くって感覚じゃない、尻尾持ってあとは殻の上からジュッ絞り出し、うん、そう、ちょっとサイズの大きいやつね、うん、あの寿司屋のネタになってるやつとかはもう全然小さいしあれだけど、そう、だからそのでかいやつだったらって言ったじゃんさっき。いやー、俺でもみんなにね、ちょっと今日はね、久々にね、久しぶりだよなー、これ、やっつけて買ってきたらうめえわって。ただ、あとはみんなが注文して、手元に届いたときに、うまいって言ってくれるかどうかだなー。いや、マジで。いや、ほじったんじゃない、俺今日スーパー買い物行ったんだよ、うん、歩合制とかじゃないから、マリオダイレクトのホームページ見てみろ、在庫切れになってねえぞってこと、いや、そっちから頼める人はそっちからでも、うん、いいよね。
いや、タマデでは買ってないよ。タマデにあるかどうかわかんないから。いや、うまいって言ったからなんだよって言われても、いや、俺は自分で食べてちょっとね、思ってた以上にうまかったから、だからみんなにご紹介をしただけでね、まずかったら、まあ、みんながね、佐野さん家の近所にスーパーなくない？あ、だってあれだもん、黒門市場があるから。うまかった。何ね、言う、納豆好きな人言う、特に小粒系がね、これ小粒納豆をね、美味しく食べるのね、 あのねたくあんをみじん切りにしたの入れたりとか、うまい。あとね、高菜をね混ぜて、引き割りも、花もうまい。あとね、あと野沢菜も意外と細かくみじん切りにして、あれもうまい。この3つは鉄板だね。これ、ちりめんか、悪くねえな、塩辛か、いいね。大根の葉っぱちょっとピリッとしてな、いいよな、青首大根の葉っぱな、特にいい、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 うまい。なんだよ、みんな結構納豆好きなんじゃ、オクラでしょ、ネバネバ系はみんな合うからね。そう、今ね、これ書いた人いるじゃん。玉ねぎのみじん切りだろ。これがね、めちゃめちゃ合うの。よく知ってんな、おめえ。生の玉ねぎを、みじん切りにしたやつを、ネギの代わりに、納豆を混ぜてみる。めっちゃうめえんだ、これ。いや、ほんとよく知ってるわ。いや、うまいんだって。いや、そう、入れたことない人多いでしょ。これ、うまいんだって、本当に。いや、うまいです、うまいです。一時前までこれ食べるラー油とかあったじゃん、あれ混ぜるとか言ってたけど、俺はね、あれやってみたの、正直。納豆に食べるラー油で、俺はね、ちょっとくどすぎてダメだったな、あれは。正直。あれは俺はダメだった、食べらーって流行ったじゃん、一時。あれは納豆とはちょっと合わねえかな。食べるラー油が勝ちすぎちゃう。だから、一回だけ試したんだけど、あとね、もう一個。松前漬けにも合うんだよ、納豆。
松前漬けに納豆、これうまいんだよね。なんであれいきなり味がさまろやかになるのかね。ああ、あとね、山形の人とかはだし、だしを入れるね。あれももう絶品です。だしっていうとみんな、あの、なんだかわかんないかもしれないけど、山形のだし、あれ納豆にね、ティースプーン1杯か2杯ぐらい入れて、あれでギャーって混ぜて、うまい、もううまい。うん、あ、うまいっす。うん、あれうまいっすわ。うん、だから相乗効果みたいなところがあるじゃん。あ、だし入れてる。ああ、もうまあ山形の人にとっては鉄板なんだろうけどね。でね、しかもこれ、これもいいよ。だ、納豆にだし入れるじゃん、山形の。ガーッと混ぜたやつを厚焼き卵の中に挟む。これもやべえ。それを大根おろしで食うの。醤油軽く。うめえ。厚焼き卵の中に納豆とだしをこうやって混ぜたのをビャって入れていこう。うん、うめえ、うまいっすよこれ。うん、大根おろし、うん、いや今度マジうまいんだって。うん、お前らもう昼過ぎてんのなくったのかよ。昼飯、俺はもう丼飯2杯食ったらもういいけど。なあ、食べたのちゃんと。食べなさいちゃんと。おいちゃんもう寝るんだよ。ね、寝るよ。おいちゃんはみんな、カルちゃんお昼食べたの？おお。あとね、もう一個、別に納豆に何も混ぜなくてもいいんだけど、はんぺんの間に切り込みを入れて、間に納豆を入れて、それを串でこうやって止めて油で揚げるの。これもね、で和がらし醤油で食うの。酒のつまみ最高。うん、マジで、うん、うまいっす。うん、もういわゆるあの餃子みたいに醤油と酢とあとあの練りからしで、うまいっすこれ。うん、で唯一もう一個アレンジするなら、はんぺんの間に切れ目を入れたら、そこの間にコンビニでよく売ってるさ、あの韓国海苔をまず入れて、その上に納豆をガーってやったの入れるの。ネギと納豆かってやったの。それを蓋閉めて揚げるの。これうまい。この韓国海苔がね、超いいアクセントなんだよね。うまいっす。こういうのね、ちょいおつまみでね、いいです。うん。ね、皆さんももしあの暇だったら、あ、
で、あのはんぺんは油で揚げるって言ったけど、フライパンに薄く油引いて両面を焼けばいいだけ、きつね色になるまで。これはうまいです。で、温度はもう中から弱の弱火ぐらいで蓋して蒸し焼きみたいな感じでね、うまい。そういうことね、そろそろおじさん寝ますんで、もう腹いっぱいになってきちゃったんで、今日はありがとうございました。楽しかったです。はい、もう寝る。ゲルゲのベッドに行ってきます。はい、皆さんすみません、ありがとうございました。今日は暑かったな、でもうまかったな。はい、もう7時間半もやってんね、俺これ。ありがとうございました。失礼します。あとよろしくお願いします。どうでした。